皆さんおはようございます、瀬賀しおりです。今回はですね、お友達の誕生日をお祝いしに行くので、その準備をしていきたいと思います。先日薬局の購入品で紹介したこのリフターナのベースメイキングマスク使っていきます。なんかファーストリアクションはみんなの前でと思ってまだ使ってなかったんです。なんかさ、ちょっとやっぱ色がついてるんよね。こう水滴みたいなのを見るとやっぱりちょっとピンクに色づいてるようなパックかなと思います。ちょっと桜色の本当に薄ピンクのパックになってます。ん、香りもする、いい香り。はい、ではパック取ってみたいと思います。どうなってるんだろう、いきます。じゃじゃん。なんかやっぱりこうちょっとピンクのね、液がついてるんですよね。これを塗り広げていきます。あ、でも本当に肌がパッとなんかワントーン明るくなった感じで、しかもしっかりと保湿されてるし、なんかこう毛穴とかもナチュラルにカバーしてくれるような感じですね。肌がなんか明るくて綺麗になって、私はすごく気に入りました。はい、じゃあそしたらメイクしていくんですけど、カラコンつけていきます。フェミーのコットンブラックつけます。はい、そしたらローラメルシエのクッションファンデーション使います。なんかさっき使ったパックはファンデーションの密着力も良くしてくれるみたいなんですよ。だからメイクもよりにくくなるし、ファンデーションの効果も最大限引き出してくれるのかなと思います。はい、そしたらスポンジでなじませます。今なんか音声なしでこうテレビつけててニュースをねつけてるんですけど、なんか蚊のシーズンが本格化っていうニュースやってます。皆さん大丈夫ですか、蚊の対策。なんか私人生であんまり蚊に刺されたことがないんですよ。そう、なんか血液型の問題なのかな、 A 型なんですけど、あんま刺されない血液型なのか。なんか絶対に刺される人っているじゃないですか、同じ空間にいてもその人だけ刺されるみたいな。私本当に刺されないんだよな。チークはスックのピュアカラーブラッシュ04番ですね。こちら使います。はい、眉毛描いていきます。ペンシルで描いた後、パウダーはジルシス 3D コントアリングパレット使います。待って、大胆に失敗した。そしたらアイメイクやっていきます。視聴者さんからいただいたバビメロのアイシャドウパレットを使わせていただこうかな。まず一番明るい色でこうベースを作ります。まぶた全体にのせちゃって、ちょっとこの真ん中のブラウンのせてみようかなと思います。こちらですね。やっぱさりげないラメ感だから、すごいツヤっとヘルシーなまぶたになりますね。はい、そしたらこの端っこの濃いブラウン、こちらですね、これを取って下まぶたにのせていきます。そしたら涙袋にはこちらのカラーのせていきます。そしたらアイブロウペンシルで涙袋を描いていきます。そしたらペンシルでアイライン描いていきます。インラインですね、この粘膜の部分描きます。は
そしたら次、ベルサイユのバラっていうこのアイライナー、ブラックですね、今回使っていきます。ちょっと目をくっきりさせたいのでブラックを使ってアイラインを描いていきます。そしたらブラウンのペンシルで下ラインも描いていきます。この黒目の下とあと垂れ目になるように目尻にも描きます。さりげなくね、薄くちょっと囲むように最近は描いてます。そしたら最近湿気のせいなのか、すごいあのまつげもね下がってきやすくなったなと思うので、マスカラ下地もしっかりとつけていきます。こちらはケイトのマスカラ下地ですね。ビューラーで上げた後しっかりとこの下地をつけて、はい、そしたらヒロインメイクのマスカラ塗っていきます。はい、そしたら最後リップなんですけど、こちらナーズのリップを塗っていきます。もうね、キロよく決めていて、ちょっと淡い感じのワンピース着ようと思ってるので、あのリップはしっかりとした色味のあるカラーつけます。まあマスクしちゃうんだけどね。はい、ということでこんな感じでメイクの完成です。髪の巻き方はね、紹介したことあるんですけど、まあ、こんな感じでミックス巻きにしていきます。外巻き、内巻き、外巻き、内巻きをこう交互にやっていくような感じですね。髪を巻いたらこちらの多機能ワックスで濡れ感を出していきます。
カバンにはボナベンチュラの財布とカードケース入れて、でエコバッグも入れておきます。あとミンティア、あとこちらお友達からもらったこちらのハンドジェル、除菌ができるものなのでこちらも持っていきます。メイクポーチはこちらディオールのメイクポーチです。あとモバイルバッテリー、フル3回分充電できるモバイルバッテリーです。あとコードも持っていきます。マスクはねこのダイソーで売ってる袋に入れていくつか持っていきます。日焼け止めクリームも持っていきます。こちらハンカチも持っていきます。あとは最近目が乾燥するので目薬と、あとスマホ。はい、今日のコーディネートはこんな感じです。ミラオーエンのこの新しいワンピースを着ました。で、あとフレイ ID のカバンですね。このワンピースすごい可愛くて、ウエスト部分が結構ねこうキュッと締まってるんですよ。なのでスタイルをよく見せてくれます。で、プリーツが入りながらもこうひらっとふわっと広がるようなスカートなのでとっても可愛いです。このアイボリーカラーがすごい可愛いですよね。